こんにちは5次元の扉を開いて夢を叶えるナビゲーターの西山陽子です今日は成功に必要なものとはというタイトルでお伝えしていきたいと思いますところで成功するのに必要なものって何だと思いますか成功するノウハウでしょうかまたは、えー、資金お金でしょうか、えー、豊富な人脈 あるいは時間、または努力まあいろいろ思いつくと思うんですけれども確かにねそれらも必要かもしれないです。ですがそんなものが必要だなんて思っているうちはまだまだ実は三次元能なんですね。実は私も何もない時は資金力もないしノウハウもないし内い尽くしでしたから。 もう本当に成功なんんて無理と思い込んでいましたでもですよ、えー、私は起業のコンサルとかもねしていたりするんですけれども結果を出す人と出せない人つまり成功者と成功しない人の違いにはあ,のある共通点があることに気づいたんですね。 成功するのに必要なものはもうこれしかないというふうに分かったんです。えー、それは一言で言うと実はマインド力です、えー。5次元マインドで思いを叶える人はマインド力が圧倒的に違います。私が伝えたいのはノウハウは2割でいいです。マインドが8割です。であの ノウハウが2割でいいという2割はね、どうでもいい2割ではなくて、きっちりとしたノウハウが2割必要です。そしてあとはマインド力、こちらの方がどんだけ大きいかっていうことなんですね。ここが最も大事なポイントなんです、実は。あかつて私は不足意識で頭がいっぱいだった時があって、もっともっとっていろいろ学ばないと成功なんてありえないと思ってたんですね。 だけど実は本当は違っていました意外に意外にシンプルなことだったんですね難しく考えすぎていたのは三次元世界の擦り込みに縛られていただけだったということです知識とかノウハウって実は廃れていくものなんですよあっという間に廃れます特に今はね、えー、とてもね時間軸が早く過ぎてい,いますのでこの間流行っていた あの知識とかねあるいはノウハウっていうのはすぐにもう時代遅れになっていくだけなんですよねだから、まあ、ある程度の知識はトレンドに乗っていれば OK なんですよ。だけどもマインド力っていうのは実は実エネルギーなんですよねエネルギーの力があったらばあのそれだけでねものが売れるっていう体験を私は何度もしています。 はっきり言って知識とかノウハウハいうのはでででも全然できるんですよ。マインドエネルギー力だけであのものって売れてしまいますし売ることができるんですよね実は。企業であってもあの何かをね、えー、売っていかなければキャッシュが生まれないわけなんですけれども成功も一緒なんですね。 どん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 成功していく方っていうのはエネルルギーレベルが半端なく高いんですよでそのねあのあのマインド力それって一体何っていうんですけどもつまりね、えー、平たく言うと、まあ、心の在り方心の状態心の概念みたいなねそういったねあの、まあ、イメージなんですがわかりますかねこれ。 これが私ね結構ててかなっていうふうふに思ってます私がね今まで体験してきた中でこのエネルギー力マインド力っていうのが半端なくすごい人ってとにかくあのノウハウとか知らなくてもね勝手にね成功できちゃうそういうねあの、えー、ポイントをつかんでるわけですね。 だから三次元ので凝り固まった考え方を解きほぐして解い解いていけばいいだけなんですね。すごくシンプルなんですが、もう宇宙ってねシンプルなんで、そのシンプルさをもうね受け入れてくださいっていうことなんです。そのね宇宙の法則に従えば全然オッケーです。三次元から五次元へとシフトするための マインド力だけであなたにとって願いをねもう実現してそれで成功をつかみ取っていただきたいなっていうふうに思いますはいあの詳しく知りたい場合はねあの私にいろいろ質問してください是非あの質問とかねお待ちしていますはい今日はここまでです。もし、ね、しいいいいいいねねね。うに思ったら、いいねボタンを押してください、ね そして、えー、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日もありがとうございました。